白い世紀の大発見をしました。世紀の大発見、なんかすごいことに気づいちまったのか？何に気づいたんだ？何言ってるのよマリサ、察しが悪すぎるんですけど、今見せてるでしょ、これよこれこれ。簡単にツールを持ち帰ることができます。自ら上げたハードルを豪快に蹴り倒していく女、何が世紀の大発見なんだよ。そりゃあ知識赤ちゃんのシオンちゃんは知らなかっただろうけどな、きっと見てくれてる視聴者さんは全員知ってるはずなんだぜ。そんな、視聴者さんが全員知ってる？シオンはこってり、なんだってー。とか、そんなことに気づくなんてさすがシオンちゃん天才。とか、ふふふさすがシオンの嘘の秘密にたどり着いたか。とか、賞賛の嵐だと思ったんだけどな。それで賞賛される世界線は平和すぎるけどな。まだよ、まだきっとなんとかできるはず。さあこれを見てくれている視聴者さんたち。なんだってとコメントに書き込んでください。自己保身に視聴者さんを巻き込むなよ。よし、前回買った靴が届いてたわよ。履き心地は、結構いいかも。今日は何しようかな。あれ？何か違和感。この違和感の正体は何？あれ？これってもしかして、家が建ってる？オープニングからずっと建ってましたよ。え？そうだ。世紀の大発見の前にそれを発見して欲しかったわ。いつも通り前回のログインから2週間ぐらい経ってるからね。その間に経ったんでしょうね。いつも2週間ぶりでごめんなさい。あれ？何あれ？向こうの方でなんか浮いてたんですけど。確かに浮いてたよな。何が浮いてたんだ？あれ？見当たらないな。確かにこの辺で何か浮いてたんですけど。え？プレゼントボックスだー。見て、プレゼントボックスが浮いてるんですけど、なんでこんなところにプレゼントボックスが浮いてるの？うわぁ、ほんとだ。プレゼントボックスが風船に吊るされてプカプカ浮かんでる。取りたい。シオン、このプレゼントボックス取りたいんですけど。いやでもこれ、どうやって取ればいいの？シオン、虫取り網だ。虫取り網で捕まえたら取れるんじゃないか？それだ、青い天才すぎる。量子世紀の大発見で虫取り網に持ち替えたわよ。これでプレゼントボックスを、全然届きません。うわぁ、すごく高いところに行っちゃいましたね。シオンちゃんが虫取り網を振った風圧で上に上がっちゃったんですか？そんな。あ、木の上に落ちた？いや落ちてないわ。まだプカプカしてる。いやちょっと待って、これどうしたら取れるのよ。シオンちゃん、さっきはもう少し低い位置をプカプカしてたわよ。慌てずに待ってたら自然と地面に落ちてくれるんじゃない？そうなのかな？とにかく見失わないように追いかけなくっちゃ。降りてきてくれません。降りてきてくれないわね。ある程度時間が経ったら地面に落ちるのかな？どうなんだろ。まあいいや。そういえばシオンのお家、シオンのお家の中も気になるんですけど。あ、そうか。そういえばテントが家になってたんだぞ。気になる気になる。僕家の中気になるんだぞ。よし、それじゃあ家の中に入るぞ。ただいま。うわ、すげー。見て見て。お家の中めちゃくちゃ綺麗になってるんですけど。うわー、これは嬉しいわね。ついにシオンちゃんも無人島で自分のお家を手に入れたのか。借金地獄ですけどね。天柱を察しするわ、シオンちゃん。ふむふむ。電気のオンオフができたり、模様替えをしたり収納を開いたりできるみたいですね。え？収納？それは嬉しすぎるんですけど、シオンもずっと持ち物整理で困ってたのよね。困ってたよな。もし家の収納に持ち物を入れられるんなら、すぐには使わないけど捨てたり売ったりはしたくないもの。そんなものも保管しておけるんじゃないか？最高なんですね。いろいろ試してみよっと。あ、ほんとだ。電気のオンオフができてるわね。でもまだ日中だからわかりにくいかな。これが夜だったらまた違うのかもしれないわね。なるほどなるほど。これが模様替えモードなんだって。お、いいじゃねえか。家具を簡単に移動できるんだな。前回まではシオンちゃんが押したり引っ張ったりして動かしてたもんな。これなら模様替えも簡単にできちゃうんだぜ。最高なんですね。ふむふむ、これが収納みたいだな。いい感じじゃない。この表記を見る限り、最大80個は収納できるみたいね。それだけ入ればしばらくは大丈夫そうよね。最高なんですね。最高なんですね。さっきから最高なんですね、ボットになってるぞ。あーマロミキのお家は快適だな。この家で寝るのやめなさい。でもゲンジちゃんのお家落ち着くわよね。シオンちゃんの明るくて綺麗なお家もいいけど、この木を基調とした優しいデザインもいい感じじゃない？いい感じいい感じ。さすがマロミキ。あ、そうだ、シオン、マロミキに見せびらかしたい。あ、そっか、そういえば前回なかなか喜んでもらえなかったのよね。そうなの、ほら見てマロミキ、これがシオンが捕まえたアキアカネだ。マロミキ、またなのマロミキ。もうマロミキはシオンのことで、喜んでくれないんだ。あ、そうだ、シオンちゃん、そういえばコメントで教えてくれてたわ。別に喜んでくれる回数に制限はないんだって。こっちを向いてなかったり距離が遠かったりしたらダメなんだって。え？そうなの？そうそう。だからポジションとかタイミングをしっかりと調整して見せびらかせば、きっとゲンジも喜んでくれると思うんだけどな。よし、それなら今度こそ。さあ、やった？見て見て、マロミキ、マロミキが喜んでくれたんですけど。やりましたね、シオンちゃん。最高じゃないですか。やっぱりゲンジの笑顔が見れると嬉しいですね。最高なんですね。
心してマロニキとお話できるわ。よかったなシオンちゃん。やっぱり頼れるのはワオナーさんたちなんだぜ。でも見せびらかして喜んでもらうことにここまで必死なのって、世界広しといえどもきっとシオンちゃんだけだよな。マロニキの笑顔にはそれだけの価値があるんです。ん？何これ？タヌキマイレージプラス？なんか会員レベルが上がったって書いてあったわね。もしかして5000マイル払い終わったからかな？より手軽にマイルを貯められるって書いてあったわね。ふむふむ、マイルを手軽に貯められるとな。あ、これのことか。ほんとだ、何か上部に新しい表示が出てましたね。あ、なるほどね。石を掘ったり木を切ったり、ミッションをこなすことでマイルがもらえるのか。すでに2つ達成してるみたいね。うわマジだ、マイルもらえたんですけど。しかも新しいミッションが右から出てきたな。これは達成し続ける限り無限にマイルを貯められる仕組みなのか？すごすぎるんですけど、こっちのいつものやつは全部達成したら終わりになりそうだもんね。もらえるマイルの量もそこまで差があるわけじゃないし、これはタヌキマイレージプラスのミッションを意識してこなしてもいいかもしれないわね。DIY するっていうミッションもあるみたい。ミッションを達成するためには3回 DIY しないといけないから、なんか作りやすいアイテムないかな。おいシオン、ミッションを達成したいからって、必要ないアイテムをたくさん作ってもしょうがないんだぞ。作るなら必要なアイテムにするんだぞ。あ、そっか、それもそうだな。あ、お薬ならいつか使うわよね。まあこれからも蜂に刺される可能性はあるからな。あ、パチンコも作れるな。そういえばシオンパチンコ作ってなかったかも。確かに作ってないよな。でもパチンコなんて何に使うんだ？確かに、何に使うんだろ。使い道がないんなら別に作らなくてもいいか。でも使い道がないなんてことはないと思うんだけど。あ、絶対これじゃない。パチンコであのプレゼント撃ち落とすんだ。やりましたねシオンちゃん。これは間違いないです。パチンコの材料も揃ってましたよね。急げ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 、急いでパチンコを作って。え？いやちょっと待って、なんか会話に巻き込まれちゃったんですけど。待って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 、今シオンは DIY したいんですけど、早くパチンコを作ってプレゼント撃ち落としたいの。これは逃げられそうにないな。タヌキたちの話を聞かないと DIY できないんだぞ。タイミング悪すぎるやろ。あ、シオンに気づいた。いやちょっと待って、どうもどうもじゃないんだって。シオン今DIY したいの。お話は後にしてほしいんですけど。なんかこれは長くなりそうね。シオンちゃんここは諦めて話を聞きましょう。しょぼーん。いやちょっと待って、軽い、ノリが軽い。借金を背負う人を目の前にして組ませていただきまーすじゃないんですけど。あ、でもでもマイル貯めやすくなったから、マイルで払えたらすぐに返済できるんじゃない？マイルで払う。シオン今度もマイルで払いたいんですけど。なになに、豆吉くんなんかシオンに相談があるの？いいよ、聞いてあげる。社長さんにはちょっと嫌悪感を抱いてるけど、豆吉くんの相談になら乗ってあげる。社長さんには嫌悪感を抱いてるけど。大事なことなので2回言いました。いくら無人島だとは言っても、ただで家が立つはずがないんだぜ。タヌキたちもこれを事業でやってるんだから。それぐらいシオンだってわかってるんですけど、でも借金生活は辛すぎるんだから。まあ確かに借金は辛いよな。それよりも豆吉の話を聞くんだぞ。なんかお店を建てたいんだってよ。その相談なんじゃないか？あ、建築資材の確保が追いついてないみたいなんだぞ。それをシオンに集めてほしいんじゃないか？あ、やっぱりそうだ。そうそうそういうことなのよ。無人島なのになんでもお金で解決っていうのが違和感だったのよね。お店を作るために素材を集める。こういうのが無人島開拓っぽいでしょ。確かに一理ありますね。謝礼もいただけるみたいですよ。それがウィンウィンの関係なんですね。え？木材3種類を30本ずつ？うわ、それに鉄鉱石も30個だって。これはかなりの数を求めてるわね。まあ木材は器用ので叩けば手に入るから集めやすいけど、鉄鉱石はちょっと大変な気がするな。うん、そうだな。よし、わかった。それじゃあ今回はお店の素材を集めきるのを目標にしてみようかな。ちょっとは大変かもしれないけど、時間をかければなんとかなるでしょ。いいじゃない。私も早く無人島に立つお店見てみたいかも。よし、決まり。それじゃあ頑張って素材集めるぞ。あ、パチンコ売ってる。プレゼントのこと忘れてたー。やばい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 。早くしないとプレゼント飛んでいっちゃうんですけど、こっち方面に飛んでいってたわよね。プレゼントどこに行っちゃったの？プレゼントどこプレゼントなくなっちゃいました。これは悲しい。元気出してシオンちゃん。もしかしたらまた見つかるかもしれない。きっとこれからもう出会えないなんてことないわよ。しょぼーん。あ、シルビアさん。シルビアさんが話しかけてくれた。シオンが悲しんでるのを見て話しかけてくれたの？平行やって追いかけて話しかけてくることもあるんだな。シオンちゃんがお店の資材を集めてることを聞いたみたいなんだぜ。あ、なんかくれるってよ。え？シオンになんかくれるの？シルビアさん、優しすぎるんですけど。スコップをくれたみたいですね。これで地面を掘ることもできるようになるんじゃないですか？最高なんですね。シルビアさん最高。やねー。シオン来たー。よし、シルビアさんも応援してくれてる。バリバリ資材を集めてやるんだから。よしねー、見て見て、めちゃくちゃ簡単に穴が掘れたんですけど。うわー、スコップすごいわね。シオンちゃんも元気になった
し、これも全部シルビアさんのおかげね。おかげおかげ、よねーよねー。うわすげー、見て見て。この穴飛び越えることもできるんですけど、掘った穴も埋められるみたいだし、スコップだけでいろんなことができるんだぞ。早く資材集めに行くんだぞシオン。だってこれ楽しすぎるんだもん。でもまだプレゼントボックスを諦めてないシオンちゃんなのであった。感情際が悪すぎるだろ。お、今地面が、うわやっぱりそうだ。見て見て、ここ地面が光ってるんですけど。あ、ほんとだ、ちょうどいいわね。さっきもらったスコップで掘り起こせるじゃない。よし、それじゃあ掘り起こすぞ。何が埋まってるのかな。あれ、これってもしかしてお金だ。すごい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 。見て見て、お金だ。地面の中にセンベルも埋まってたんですけど。え、センベル？地面の中にお金が？さあ行くわよマリサ。私たちもワオン島に。お金のことになると揺るがねえなお前は。え、霊夢がワオン島に来るの？でもワオン島の島民代表はシオンだからね。シオンのローンを肩代わりしてもらいます。この話はなかったことにしてちょうだい。よしバリバリ木材集めるぞ。あれ？何これ、シオン何も操作。うわ壊れた、斧が壊れちゃったんですけど。あ、そっか、そういえばさっき虫取り網も壊れてなかったか。集める木材が大量だからな。これは斧も結構たくさん必要なんだぞ。これはめんどくさい。よしでもある程度木材が集まったわよ。今持ってる分だけでも提供しちゃおうっと。え？なに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 ？お持ちじゃないようですねって。シオンちゃんと木材持ってるんですけど。あ、なるほど。ちょっとずつ納品はできないみたいですよ。少なくとも同じ種類の素材は集め切ってから提供してほしいみたいです。嘘でしょ、それぐらい受け取ってよ。まあいいや、シオン結構マイルが溜まったのよね。このマイルでなんかできるんだっけ。確かマイル交換っていうのがなかったっけ。マイルでアイテムが買えたりするのかな。あ、ほんとだ、なんかマイルでいろいろ買えるんですけど。マイル旅行券にマイデザインプロエディタ。マイデザインプロエディタって何？あ、マイデザインの機能が増えるみたいね。これがあれば今まで作れなかったようなマイデザインが作れるんじゃない？それめちゃくちゃいいじゃない。他にはどんなのがあるのかな。ふむふむ、これは道具レシピセットか。さっきシルビアが教えてくれてたやつだな。お、それはなんか道具の持ち替えが便利になりそうな感じだな。もしかして正規の大発見がもっと便利になるってこと？正規の大発見でもなんでもねえよ。え、すげー、見て見て、ヘアアレンジだって。これもしかして髪型増えちゃうんじゃない？絶対そうだ、増えるんだぞ増えるんだぞ。それを買えば絶対に髪型が増えるんだぞ。欲しい欲しい、シオン新しい髪型欲しい。いいじゃない、新しい髪型。でも結構高かったわね。2種類あったけど今は1種類しか買えないな。うん、どうしよう。とりあえずこの辺の株系は後回しね。髪型の2種類はポップな髪型とクールな髪型みたいね。シオンちゃんどっちにするの？そんなのもう決まってるんだから。ポップな髪型、シオンポップな髪型を買っちゃうんだから。確かにシオンちゃんのツインテールってクールというよりもポップよりだもんな。でしょでしょ、シオン早くツインテールしたい。ポップな髪型を試してみる。それと残ったマイルでこのお気にリングも買っちゃうんですね。よし買ったぞ。お気にリングってどんなかな。よすげー、道具を選べるリングが出てきたんですけど。あ、なるほど、そういう感じなのか。そのリングに道具を登録する感じなのね。リングを開く手間はあるけど、正規の大発見は目的の道具が来るまで何回も持ち替えないといけなかったもんね。狙って持ち替えるならこっちの方が便利よね。便利便利、さようなら正規の大発見。君のことは忘れない。道具を持ち替える仕様をいつまで正規の大発見って呼ぶんだよ。よし、それじゃあイメチェンするぞ。ワクワク、どんな髪型が追加されてるのかな。楽しみすぎるんですけど。よし、ここから髪型を選んで。この辺は前からあった髪型だな。あれ、新しい髪型ってどこにあるの。あるとしたら右の方に追加されてるんじゃないか。こっちかな。この辺って前からあったっけ。お、これはなかったかも。あ、三つ編み可愛いじゃない。でも今ツインテールもなかった。え、あった、あったー。すげー、見て見て、あったあった、これツインテールでしょ。シオンのツインテールあったんですけど。やったなシオン、これでまたいつものシオンに近づいたんだぞ。最高なんですねー。もうずっとこの髪型確定でしょ。やったわねシオンちゃん。シオンちゃんにはやっぱりツインテールが似合うのよね。でも髪色は追加されてないみたいですね。シオンちゃんの髪色に寄せるのはもう少し先になりそうです。うん、そもそも髪色は増えるのか。もしかしたらこのままかもしれないんだぜ。増えてください、お願いします。そういえばさっきマイル交換でヘアカラーってなかった。あ、ほんとだ、ヘアカラーも増やせるんですけど。でも高すぎませんか。よしバリバリ木材集めるぞ。お、シルビアさんだ。なんかシルビアさん虫取り網持ってるんですけど。ほんとだ、シルビアさん虫取りしてるのかな。あ、スズムシだ。頑張って頑張ってシルビアさん。あ、失敗した。シルビアさん虫取り苦手なのかな。かもしれないんだぞ。仲間がいてよかったなシオン。別に虫取り苦手じゃないんですけど。諦めた。こんなところに
も雑草残ってたな。久しぶりに来たらこの島雑草だらけだったもんね。これもコメントで教えてもらってたけど、雑草を放置してると雑草だらけになっちゃうみたいよ。こまめに草抜きはしないといけないわね。それは面倒くさすぎるんですけど。で、石砕けちゃった。あ、これは現状鉄鉱石の入手手段がこの落ちてる石しかありませんからね。この調子で砕けたらまずいんじゃないですか。これはまずすぎるんですけど。石全部砕け切りました。素材集め終了のご連絡。あれ？壊れた石の下からなんか出てきたよ。ムカデっぽいな。こんな時に限ってシオンちゃん虫取り網持ってないじゃないか。だって、資材集めに集中してたんだもん。普通の木材30本集まったぞ。同じ素材が集まりきったら受け取ってもらえるのよね。確かそうだったはずよ。あ、やっぱりそうみたいね。木材は受け取ってもらえるみたい。はいどうぞ。この調子で残りの素材も集めちゃうんだから。お？うわ、お礼をもらえた。すごいすごい。もしかして素材一種類ずつお礼をもらえちゃうの？そうみたいですね。よかったじゃないですか、シオンちゃん。お家の壁紙みたいです。それを使えばお家の模様替えができちゃいますね。最高なんですね。よし、早速模様替えしちゃうぞ。ここで壁紙を選べばいいのかな。うわすげー、見て見て、壁紙が変わったらめちゃくちゃ雰囲気が変わったんですけど。お、これは楽しいな。やっぱり自由に模様替えできるって最高なんだぜ。欲しい欲しい、シオンもっと壁紙欲しい。バリバリ素材集めしなくっちゃ。次のお礼が壁紙とは限りませんけどね。よし、木材集めまくるぞ。あ、吐きますだー。やばい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 、これはやばい。そうだ、確か視聴者さんがコメントでハチも捕まえられますよって教えてくれてた。虫取り網にも使えて。あ、じゃー、持ち帰り失敗した。掘り刺される運命だったか。残念なお知らせがあります。鉄鉱石手に入れる手段がなくなりました。う、これは辛い。石全部砕けちゃったもんね。もしかしてもう素材集めできなくなっちゃったの？できなくなっちゃいました。木材は全部集まったんだけどな。あ、ちなみに2種類目と3種類目の報酬はニットスカートと張り子の虎でした。うん、どうしよう。もしかしてこれ永遠に鉄鉱石集められないの？これ見てよ、この無人島もっと広いはずなのに川が邪魔で外側に行けません。うん、そうなのよね。これどうしたら川の向こう側に行けるんだろ。向こう側に石も見えてるんだけどな。シオン島民大量なのに。シオンちゃんや他の島民たちのお家も2週間後にログインしたら立ってましたよね。ということは日が変われば石も復活するんじゃないですか。うん、どうなんだろ。でも嫌だ、シオンは今日資材を納品したいの。明日を待つなんてできないんだから。そうだそうだ、シオンちゃんは忙しいんだから。明日はマイクラをしてもらわないといけないんだからね。誰だか魔人は黙っていてください。でも取れないのは仕方がないんだぞ。そういえば今シオン虫を捕まえたけど、タヌキチが虫を引き取ってくれなかったっけ。とりあえずできることをするしかないんだぞ。あ、そっか、そういえば社長さん虫集めてたかも。オッケー、わかったわ。ちょっと捕まえた虫を持って行ってみようと。あ、やっぱり受け取ってもらえた。そういえば最初に渡した時は生き物図鑑教えてもらえたな。今回もなんか教えてもらえないかな。鉄鉱石の無限増殖法とか。積もりのシステムぶっ壊れちまうだろ。やっぱりダメか。それなら一瞬で借金も返済できちゃうのに。お、うわ見て見て、お礼だって。今回もお礼をもらえたんですけど。うわ本当だ、よかったわねシオンちゃん。赤いコスモスの種だって。いいじゃないいいじゃない。お花いっぱいの無人島も素敵よね。シオンは鉄鉱石が欲しかったです。でもよ、生き物を預けるたびにお礼をもらえるんなら虫を預けまくったらいいんじゃないか。もしかしたら鉄鉱石ももらえるかもしれないんだぞ。それだ、青い天才すぎる。そうじゃないそうじゃない、よしやることは決まったわ。虫を預けまくってやるんだから。あれ、なんかまた虫を預けてたんだけど、社長さんに電話がかかってきたみたい。電話？誰からなんだ。あ、フータさんとか言ってるな。フータさん、フータさんって誰？なんか新しい事業とか言ってるわね。もしかしてこのタイミングでかかってくる電話っていうことは、虫を送るっていう博物館の館長さんとかなのかな。あ、やっぱりそうみたい。あ、この島に直接調査に来るんだって。フータさん用のテントの場所をシオンちゃんに決めてほしいみたいね。ということはこの島に博物館ができちゃうのかな。すごい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 、無人島に博物館とかすごすぎるんですけど。オッケー、わかったわ。博物館の場所シオンが決めてあげる。あ、なるほど、博物館の場所を決めるまで新しい虫は受け取ってもらえないみたい。タヌキチはその博物館の館長、フータに送るために虫を預かってたんだろ。だからもう送る必要はない。タヌキチはもう虫を受け取ってくれないかもしれないな。そんな、シオンの鉄鉱石無限化計画が。どう考えても無限化は無理だろ。まあいいや、
フータさんのテントの場所を決める前に、マイルで道具レシピを交換しようと。うわ、すごいじゃないですか、シオンちゃん。かなりマイルを貯めたんですね。そうなの、シオン頑張ったんだから。この道具レシピって多分シルビアさんが教えてくれたやつなんだよな。木材を集めてて思ったけど、シオンが作れる道具ってしょぼいやつばっかりなのよね。すぐ壊れちゃうのよね。確かにいい道具が作れるようになるんならメリットは大きいわよね。でしょでしょ、シオンもそう思ったの。これでよしっと。よし、これでいい道具が作れるようになるはず。何が作れるようになったのかな。楽しみすぎるんですけど。うわ、すげえ。見て見て、増えてる。道具の種類がめちゃくちゃ増えてるんですけど。お、ほんとだな。ふむふむ、石の斧はしょぼい斧と木材で作れるんだな。作る作る、シオン石の斧作っちゃう。あれ、でもシオンちゃん、石の斧以外にも別の斧がありませんでした。そっちの斧と比べたらどうなんです。あ、そういえば、なんかもう一種類斧があったような。さっきと配置が変わってるな。あ、これだこれだ。斧だって、しょぼいとか石のとかがついてない普通の斧。うわ、これ素材に鉄鉱石使うんですけど。え、ほんとだ。明らかに石の斧よりも素材が重たいわね。見た目もこっちの方がよく切れそうだし、この中では一番上位の斧なんじゃないかな。こっち先に作ってたらよかった。でもシオンは今鉄鉱石が欲しいんだろ。それなのに鉄鉱石を使う DIY をするのはどうなんだ。うん、確かに。でも作りたい。鉄鉱石を手に入れるのにも斧が必要なんだから。それなら一番いい斧を作りたくなるのが、シオンの素直な気持ちなんですね。よし、いろいろ道具も作れたし、フータさんのテントの場所を決めちゃおうと。まだわからないけど、きっと博物館になるテントなのよね。多分シオン滝島民のテントよりも大きいんだろうな。あ、やっぱりそうだ。めちゃくちゃ大きいんですけど、倍以上ある感じかな。これはどこに建てるか慎重に選ばないとね。でもシオンこの川沿いがいいと思ってるんだよな。どっちみち向こう側には行けないし、それなら建物の裏が川の方がいいかなって。まあその考え方もありよね。シオンちゃんが納得できる場所が見つかればいいわね。うんうん、なるほど、こんな感じになるのか。悪くないんじゃない？ここに決めちゃおうっと。え、シオン、大丈夫なのか？もっと慎重に考えた方がいいと思うんだぞ。大丈夫大丈夫、なんとかなるなる。よし、これでいいわ。多分また2週間後ぐらいに島に来たら立ってるんだろうな。もっと早く来てもいいんですよ。でもこれからどうしよう。結局鉄鉱石集められないんですけど、多分虫を集めてももう受け取ってもらえないわよね。その可能性が高そうですね。あ、シオンちゃん、今左にゲンジ君が見えましたよ。マロニキ、そういえば今日あんまりマロニキとお話ししてない。あ、でもここは、マロニキがお座りした場所。マロニキまたお座りしないかな。うわ、ちょっと待って、マロニキの頭叩いちゃったんですけど。うわ、まただ。待って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 、わざとじゃない、わざとじゃないのよマロニキ。もしかして道具を持ったままだと道具の使用を優先しちゃうの。まだ虫取り網だったからよかったけど、斧だったら大変なことになってたわね。マロニキごめん。あ、よかった、怒ってない。それどころかニッコニコじゃない。やっぱりゲンジ君は優しい子なのね。え、マロニキ、頭叩いたシオンに何隠れるの。結構的だ。すごい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 。マロニキ、シオンが頭を叩いたのに怒りもせずに、シオンが今一番欲しいものをくれるなんて。マロニキは神様ですか？と神様よ、間違いない。嬉しすぎるんですけど、シオン、マロニキのこの優しさがめちゃくちゃ嬉しい。このマロニキ、シオンは待ってるんだから、この間のリベンジをする機会を。この間のリベンジ？あ、もしかして。そう、お座り、シオン、マロニキのお座りした姿を写真に収めたいの。見て見て、ピクニックセットを手に持ってる。これ絶対に待ってたらお座りしてくれるでしょ。いいじゃないいいじゃない。私もゲンジ君のお座り写真欲しい。シオンちゃん、写真を撮る練習は完璧なんでしょうね。当たり前だぜ、あれは。完全に危険人物だろこの二人。待つ、シオン、いつまでも待つんだから。さあマロニキ、いつでもいいわよ。思う存分お座りしてください。あ、木の下に向かってる。これはまさかマロニキ。さあ、やった、見て見て、座ってくれた。マロニキを座りしてくれたんですけど。やったじゃないシオンちゃん。やっぱり私たちの考えは間違ってなかったわね。でもこれは、そう、そうなの。こっちを向いてくれてない。ダメだ、こんなのじゃダメだ。シオン、マロニキがこっち向いて座ってくれるまで何時間でも待ってみせる。逃げて、マロニキ全力で逃げて。そうよマロニキ、そこ、その向き。さあ、これよ、これがベストポジションでしょ。うおー、激写激写。あー、最高すぎる。マロニキの貴重なワンシーン、たくさん撮影できました。おまわりさん、こいつです。いや、こいつらです。